先ほどと同じように仮台車から2メートル以上の高さまで車体を上げていきます。その後、横移動していきます。横移動がですね、完了しましたら、車体こちらに向かってくるのですが、この後皆さんにご協力いただきたいことがございまして、皆様で車体がこちらに来るように、呼んでみたいと思っております。場内の呼び方でですね、皆様の正面側が京都側、背中側が大阪方と呼んでおります。なので私がせーのと言いましたら、皆さん大きな声で大阪と呼んでいただきたいと思っております。ご協力よろしくお願いいたします。はい、それでは皆さんで、車体をこちらに呼んでみたいと思います。いきます、せーの、ご協力ありがとうございます。車体が、こちら側にあります仮台車の横まで到着しましたが、それ以降はですね、途中で止めることなく普段通りの一連の流れで、この作業を行っていきたいと思います。会津車と送車車の連携に注目してご覧ください。このように車体を横移動して、微調整して車体を下ろしていきます。実験終了が近づいてまいりましたが、最後までお楽しみください。
6パー関係サンダーバードの宇髄大商店にしております。今ブレーキが作用しました。真ん中の車輪と車輪の間の真ん中の円盤をご覧ください。今旋回しております。ゆっくり円盤から離れるのが見えると思います。1分後からこちらの方ご一緒に撮っていただきます。はい、車両とモズヤン、こちらエクマちゃんだけを撮りたいという方は今ぜひお撮りください。動き出しました、正面に茶色い髪が見えると思います。何系ですかね。和歌山県なら大和路線じゃなくて通勤電車というとどけ和歌山線だ。シルバーの線です。和歌山線か。あれは横の色が緑色ですね。ちょっとそうですね。もうお分かりの方はいるかもしれませんが、こちら227系の仙台という車になります。普段はですね、和歌山県の線路を主に走っていますね。和歌山県の線路それがトナバーサーに乗るなんて夢だ。227ということは広島の270だと何か関係があるんですか。見て上の方、やば。そうですね、こちらの227仙台はですね、もともと最初に広島の227系の0台という車が新車として導入された後に作られた車になっていまして、まあ、その時の、まあ、技術をさらにこう進歩させて、より安全により快適にというのコンセプトで作られた車ですね。他に何か違いありましたか。ワンマン運転ができるように運賃箱とかまあ、ちょっといろいろとこう運転手さんが一人でも運転できるような技術っていうのが装置っていうのがあるんですね。そうでしたね。確かになかなかこう和歌山県というところは駅員さんがいないところがいっぱいありますので、そのようにワンマン装置というのがいっぱいついている車になりますね。ちょうど一番前の扉の下あたり赤い四角い装置があるんですけど、見づらいぞ。あれがドアドア使い防止装置で、また専門用語ですね。気になる方はもしかしたらネットで調べたら出てくるかもしれません。はい、無事にトラバーから移動ができそうですね。
ってる。